バウアー、至急の細川に謝罪する。当てたバウアーは心配そうな表情で歩み寄り、ベンチへ戻る細川に視線を向けた後、うつむき加減に地面を見つめた。その後、細川がベンチから出て一塁へ。バウアーは胸に手を当てて謝罪のポーズを細川に伝えた。バウアーは日本で対戦した好打者の一人として細川の名前を挙げ、救援ではホームラン競争で細川のタオルを掲げて応援した。手首はあかん、振りに行ったところ当たったな、すごい音したぞ、大丈夫か。あーバウアーいかんぞ。あ、細川のファンが細川に当ててしまった。見ていればインハイなんやが、バットが犠牲になってくれ。我慢できるときはベンチに行くのに時間かかる。うおー、細川大丈夫かな。実際痛みはまだあるはずよな。細川くん頑張え、ちゃんと検査して無事であってやで。番長リクエストしたらくさ。軽症ならいいけど、ちゃんと謝るバウアー。こういう時ごめんで牽制とかするときあるんやっけ。パーフェクトはなくなったけど、まだの斧は残ってる。バウアーグーキー良すぎる。バウアー頑張え。ご視聴ありがとうございました。